3パンとかなら酔えそうな気がするな。やっぱコース料理とか食べるときにシャンパン頼むから、なんかそのときすごい酔える気がするんだよね。シャンパン飲んでバイをする。シャンパンバイオ。まあでも雰囲気あるよな、雰囲気。うん。雰囲気。もっとね、夜でもね、4時間ぐらいできそうな気がするバイオ。まあめっちゃ酔った時にね、ホラーゲームめっちゃ長時間できたんだけど。夜の後2時間ぐらいしかできない。うなたの心は回復したらバイオするから。今日で最終回、バイオ2。かっこ心が回復したら、もう、再開。え、なんか、お、ね、やばいコメントがある。RE2 は、ここからが大変ですから、やるなら酔えた方がいいですからね。待って、コメントにあなた翻弄されてる。なんかどっかのコメントに、もう怖いのは序盤だけだからな、みたいなの見た気がしたんだけど。え、こっから怖いの？え？暗いとこが苦手だとここからきついかも。え、うなたんどんどん、ちょっと。みんなのそのコメントを読んで、どんどん。そっか。本日最終回、バイオ2! 本日で最終回となりました。決定しました。これ以上怖いと、うなたんの喉が破壊されるんだけど。なんだかんだクリアまでやる？どうかな？うなたんマジで怖い。ほら、ゲーはやんないよ。前やった、めっちゃ怖いホラーゲー一回で終わったし。怖すぎてできない。バックルーム、あれはね、怖すぎる。あれはやばい。あなたは見守りとかしたことないんだけど、あれって軽減されんのかな？雑談しながら進むんか？誰かと話せるだけで変わるんかな。ポープンも怖いのダメじゃなかった？次回あればいいなということで、今日はこれで終わりたいと思います。次回はあればいいな。あったらいいなってことや。ではまた次の配信でお話ししましょう。じゃあまたね。みんな見てくれた人はありがとう。最後は、おうちのうなーい。グッドナイト。おやすみ。みんなのところにタイラントが来ますように、あとはリッカーが来ますように。